で、ずっとお伝えしてる空豆の様子です。これはね、サビ、なんだ、カビとかのね、やつですね。ウイルス性とはちょっと違う感じ。これ斑点のやつはね、カビとかそういう感じです。うん。なので、アブラムシによる媒介だったのかな。アブラムシではないかな。風によってこの胞子が飛んで飛散する感じかな。結構やられちゃってるんですけれど、それでも半分ぐらいは、半分、6割ぐらいはあるかな。うん。ちゃんと実をつけようとしてね、今実ができ始めております。どこだ？あったあった。この辺ね。これ。映ってる？暗いけど。これね。空豆。わせ空豆。細長いやつ。だからもう今週末ぐらいから多分取れると思う。もう今年やっぱね、1週間か2週間ずれてますね。で、今日これからここにトマトを植えます。ポンテローザっていう固定種。昔ながらのトマトと言われるピンク色の大玉品種ですね。これ。これ定植してもう2週間ぐらいかな。活着してるね。あれ？これ多分違う品種な気がする。葉っぱの雰囲気は違う。いや、こんなもんか。こんなもんか。うん。微妙にね、葉っぱとかも違ってくるんですよ。トマトの品種によって。わかりやすく違うやつもあるんだけど、ちょっと見間違えっていうかな。なんだ。区別がつかないやつなんかもあるんで。で、ナスなんかも定着、活着しつつあるんだけど、ちょっとやっぱ乾燥気味なんでね、しっかり水やりをね、一昨日とかにしてあります。うん、やっぱね、去年思ったのは、その枯れないというのと、成長するのは、なんだよかな。確かに自然農法みたいにこう、土を植物とかで覆ってあげると土が乾燥しにくくて、そこに植えてある野菜とかも、まあ、枯れないんですけど、ただそれって枯れないだけで、ギリギリのところで生命を維持している状態なんですよ。だから言うたら、生命活動を一回ちょっと、スリープ状態にしてるような感じ。なので、成長しないんですね。うん。だから水が少なくなってくると、自分の成長を止めて、とりあえず生命維持に、エネルギーと水分とかを多分回すんじゃないかっていうのが僕の見解でして、だから、枯れてないからといって水やりがいらないっていうわけではないです。うん、これ去年の俺に言いたい。去年一昨年とかまでの自分に言いたい。成長止めちゃうんですよ。うん。見てる感じね。なので、その後の実なりがすごく悪くなる。だから、今こういう時点でしっかり水をあげた方が、ちゃんと育ってくれます。確かにこれぐらい。土がちょっと掘って湿ってれば、全然枯れないし、ナスとか以外の水がそんなになくても、乾燥が好きなトマトなんかは全然育つんですけど、水が好きな野菜はこれぐらいになってくると、やはり生育のスピードが落ちます。なので、しっかりと育てたい場合は、ちゃんと水やりした方がいいと思います。うん。まあ、地面の下の方にしっかり保水されてれば、そこに根を伸ばしてね、ぐいぐい育ってくれるんですけど、それでもやっぱ水をあげた方が、多分生育は良くなります。うん。常にビシャビシャにしちゃダメですけどね。その、土の乾燥具合、水やり具合っていうのは、かなりね、経験とか感覚的なところにもなっていくんですけどね。まあ、こういう自然の方みたいにやると、ちょっと数値がするのが私は苦手なので、まあ、感覚でやってますけどね。なので、ちょっと今年はね、ある程度水やりをしてあげようと思います。はい。まあ、ほったらかして育つのが一番なんですけどね。ちょっと、畝も高いからね。その辺もちょっと研究のテーマではありますね。ということで作業に移っていこうかな。もう今日も暑いね。なんか一昨日ぐらいから最高気温は25度超えですよ。夏日。ほんと気候が変わってきてる。苗、トマトの苗がまだだいぶあるんで、もう少し広げようと思います。で、ここを今から草刈りしてトマト用の畝を作ろうと思います。で、他のところがね、だいたい1メートル幅ぐらいにしてあるんで、そこに合わせていきます。こっち側がね、この範囲がね、畝なんで、でまず草刈りをしていきます。こんなもんでやります。途中、その高菜とわさび菜の種がね、できつつあったんでね、もうこれぐらいになれば、まあできれば枯れるまで、黄色枯れるまで置いといた方がいいんですけど、これぐらいになればもう干しておけばね、種できるんで、これ取っちゃいます。まあ、ここだけじゃないしね、種作ってるのは。ちなみにこっち側はね、ルッコラです。で、こっち側は白い花パクチーだもんで、全部は刈り倒せないんですけどね。で、途中にまだね、ジャンボニンニクが植えてあるんで、あれは残しつつ、畝を変えていきます。で、ここか、ここからここまでかが畝の予定地です。まあね、おいおいこっち側に合わせていくんでね。よし、でちょっと表面鳴らしていきます。はい、じゃあいつものビッチューグアと冷気で鳴らしていくよ。このどかした草はね、また後で使いますんでね、丸、草丸として使います。
刈り倒してそのまま置いて、場所分けて植えててもいいんですけど、ちょっとここ、畝の形を直すこともあるので、畝の形も直していくんで、一回きれいにします。なるべくね、こっち側に植えたいんですけど、まあいいか。ここに植えるとね、ちょっと畝の東側なんで、背が高くなるものはあんまり東側に植えたくないんですよ。みんな、西側に植えたいんで、こっちのラインギリギリにちょっと植えていこうかな。よし、じゃあ植えていきます。ちょっとメジャーが今日見つからなかったもんでね、このまま目印なしで植えていきます。まあちょっと中央寄りでいいか。こういう感じで、植えていこうかな。よし、ほら、このラインだ。で、ちょっと狭めの間隔で植えていきますね。30センチ間隔。ちょっと大きくなる野菜には狭いけれど、もういっぱいあるんでね、もう植えてあげなきゃいけないし。よし。で、鎌で表面をならしながらやっていきます。映ってる、まあ、だいぶちょっとね、雨降ってないから乾き気味なんでね、植え替えた後にしっかりと水やりをしてあげましょう。できればね、植え付ける前にこいつ苗を水に浸しといてあげた方がいいんですけど、ちょっともう手抜きでいきます。あとで水をあげればいいかなっていうぐらい で、植え付け前はしっかりと周りのね、草をね、刈り取ってあげると、植え付けた野菜が生育するまでの時間を稼ぐことができるんで、しっかりと草を刈りって土の中の根も切ってあげましょう。移植ごてで植える分を切って、で、土の下の方が固まってればね、こうやってほぐしてあげてください。で、ほぐした土をちょっとすくっておいて、畝を指で挟んで取り出して植えて、で、この柔らかい土で、ほぐした土でこの周りを囲んであげる。この根っこがね、壁際に伸びてるんで、それを柔らかい土で囲んであげる感じです。で、埋めていきます。ちょっとこんだけ茎が伸びてたら、ここまで埋めてもいいんですけどね、そんぐらい埋めていこうかな。で、しっかりと押さえる、株元をね。ここはふわふわしてる方が確かに根がつきやすいような感じがするんですけど、乾燥しやすいです。今の時期特にトマトな、なんだ、この乾燥させる方が根には良くないのでね。で、このグッてやるのは土がこれぐらい乾いてる時にはしっかりやっていいですけど、土が濡れてる時、雨が降った後なんかはこんなにグッてやるとカチカチに固まりやすいんで、やらないように。もうそもそも植え付けをその時にはやらない方がいいです。ある程度土が乾いてるか、まあ、湿ってる程度の時がいいと思います。その目安としては土の色ですね。こういう風にこの白っぽい色してたらもうグググ押しても大丈夫ですし、なんだろう、土って湿ると色が黒っぽくなるか、まあ、色が濃くなるんですよ。乾くと白っぽくなるんで、今日ぐらい湿のやつだったらね、しっかり押さえつけても大丈夫です。で、慣らして、ただあんまりカリカリに乾いてるとね、この根がね、傷みそうなんでね、そういう場合はちょっと水をあげてから植えた方がいいです。それは本当ケースバイケースなんでね、絶対にこれがいいとも言い切れる方法はないんで、まあ、どうやったら根が傷まずにね、その後健康に伸びてあげるかをちょっと考えてあげるというのがコツなのかな。よいしょ。これぐらい湿ってるとね、すごくいいですよ。これぐらい湿ってれば水をあげなくてもいいぐらいだけど、ちょっと最近日差しが強くて、もう暑いんでね、ちょっと水をあげた方がいいです。なめちゃう。ひょろ長くなっちゃってるんで、ちょっと深めに掘ります。20センチぐらいの穴を掘って、下の方をほぐしてあげてます。で、土の深いところってあんまり栄養がないんでね、この根っこのところがね、いきなりそんなに栄養がないところまで行くとね、ちょっと苦労するんで、周りに表面の土をね、入れて戻してあげる感じでいきましょう。で、この深く埋めてあげれば、この背がね、低くなるでしょ。こうすれば風にもね、倒されにくくなるんでね。伸びてしまった苗、ちょっと植え付け時期を逃してしまった苗なんかは、深めに植える、もしくは斜めに植えて、地面に埋まる部分を多く取ってあげるのがおすすめですね。トマトなんかは特にね、土に触れてるところから根がどんどん出てくるので。これで30センチぐらいかな。30センチジャストぐらい。移植固定でいこう。このミニトマトのチャドウィックチェリーって言うんですけど、これすごくね、冒険してジャングルみたいになります。そんだけいっぱいできてくれてはいいんだけどね。味はね、まあなんだろう、普
つかな、そんなにめちゃくちゃ甘いトマトではないです。一番うちで甘いのはスイーティーチェリーって言って、糖度が大体8ぐらいまでいいかな、いいやつだと大体7とか8ぐらいかな。いちご並みの甘さをする甘さのトマトがあるんですけどね、ちょっとね、そっちはいっぱいいっぱいはできないんですよ。これなんかもだいぶでかくなってるね。これでもうちょっとね、花が咲き始めてるやつはもうちょっと植え付けちょっと遅れ気味の感じですね。本当は花がつく前に植えてあげたいです。そしたらこのね、植え付けの時期なんかを逆算して種まきも始めていいんですけど、なかなかね、うちみたいに路地っていうか、あのなんだ、無加温のハウスとかだけでやってると、その温度調節もね、その年のなんだろう、気候にもよっちゃうし、なかなか読みづらいものがあって、あとだんだんその季節が進めば進むほど、例えば3月に、ま、2月下旬よりも、例えば3月とか、もっと4月とかね、9月にまいた方が生育が早いので、種まきからだいたい50日で植え付けができますよって言われても、3月にまいたやつと5月にまいたやつ、そのスピードも変わってくるんですね。あ、そういったことはもう、ね、もう経験と感覚です。で、ある程度暖かくなってしまえばいつ植えても大丈夫なんで、あとはその手が回るかどうかだけですね。ちょっともう最近手が回ってない。植えました。こっち半分ぐらいまでね、チャドウィックチェリートマトで、あのあっち側半分は、イエローペアトマトを植えました。それでね、10センチぐらいは埋めたかな。10センチはそのポットの生え際から10センチぐらいだから、結構背が低くなってます。これでね、風にも強くなるしね、あの茎から根が生えてくれることで、より元気に育ってくれるんじゃないかと思っております。一回ね、水をちょろちょろと全体的に開けました。で、今日はここからもう一仕事やって帰ります。最後は何するかっていうと、いちご狩り。